小田原急行鉄道201系電車。小田原急行鉄道201系電車。小田原急行鉄道201型電車は、かつて、小田原急行鉄道、当時、東京急行電鉄、大東急、小田急電鉄で使用されていた電車である。本校では、同時期に増備された小田原急行鉄道501系、電車。 小田原急行鉄道551軽電車及び551型を伝送した小田原急行鉄道251軽電車についても記述する。また、単に、小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道及び、小田急電鉄を表すものとする。1929年のおだわら急行鉄道、当時江ノ島線の開通と同時期に製造された造備車で、 201型は、両運転台の制御電動車。501系、551型は小田急では、初の型運転台車両、制御車である。201型が15両、501型が5両、551型が15両を製造された。各形式の車号と製造年月は、以下の通り、1933年5月21日の、昭和改正により、 201型も、波201から215、501一軽ク波501から505、551ケー五百551から565となり、1942年に551、一軽のうち2両は、連想して251型も、百251から252となった。1941年に、小田原急行電鉄から解消した。 小田急電鉄が1942年に東京横浜電鉄、京浜電気鉄道に合併して東京急行電鉄となったことに伴い、201系及び251型は、デフ線3 5 0型で、フ線3 5 1から1367、501系及び551型は区派線3 0 0系、区派線3 0 1から1318に、形式。 番号を変更した。1948年に小田急電鉄として分離独立したことに伴う1951年2月1日の称号改正により、出破線1350系のうち、小田急電鉄に残った15両は、出破線1400系1401から1415に、区線三百五十型枠区線四百五十系百五十一から百六十八 え、それぞれ形式、番号が変更された。その後で、派1400系1両が、デファ1310型を経て、デファ1300型に編入され、区派1450系2両が、デファ1400型に改造されて、最終的には、デファ1400系1401から1416、区派1450系1451から1466の、 計32両の体制となっている。製造数35両、1950年代に行われた更新修繕後も32両という両数であり、HB 式制御方式の車両、HB 車では最大の両数の形式であったが、車両の大型化のために、主電動機を4000型に転することになり、1966年から1969年にかけて、 廃車となった。101から151型より、車体長が6 1 0ト、mm、ル延長された。車体長は1 5 8 5 0ト、mm、ル、幅2 6 1 5ト、mm、ルの反抗性車体で20、201型は、両運転台で窓扉配置は D D D、3D10D2D 50、501.551型は、片運転台で窓扉配置は、3D103、反対サイドは、 3D10D2D となっており、乗務員扉は右側のみに設置されていた。乗降扉は101から151系の幅 915mm から、幅 1000mm に拡幅された型開きの手動扉、側面窓は幅 685mm、高さ 810mm の加工窓、落とし窓で、日よけとして、鎧戸が装備されていた。また、 正面はフラットで貫通扉が設置されていた。なお、変運天台の5 0 1五五一型は、基本的には、小田原側に乗務員室が設置されていたが、時期は不明であるが五百二のみが方向転換されて乗務員室が、新宿側となっていた。二百一型と方向転換されてた五百一系五百二には、屋根状の新宿側に、その他の501.551型は、 小田原側に終電装置台があり、201型には三菱電機製 S-514A パンタグラフが搭載されていた。終電装置台以外の部分にはガーランド式ベンチレーターが2列に配置され、その間には歩み板が設置されていたほか、車体上部に雨どいが設置されておらず、上高扉上部の屋根部に水切りが設置されていた。車内内壁。 扉脇の座席の袖仕切りなどは木製にすぐり、天井は木製白色塗装、床は木製の床油引きで、金具類は苦棚受け、釣り手防毛などが真鍮製、扉の取り手などが放金製であった。室内灯は白熱灯で、白色のグローブが天井中央に一列に六基設置され、それぞれに常用二灯が組み込まれていたほか、うち四機には 予備一等も組み込まれていた。座席は501型は扉開きにロングシート。扉間には中央部にクロスシートを4ボックス、その前後にロングシートを配し、一方、201系、551型はすべてロングシートでとなっていた。座席のモケットは紺色で、551系のクロスシート部は、 幅は101型と同じ 890mm。シートピッチは101型より 106mm。拡大されて 1500mm。座面の奥行きは 25mm。拡大されて 425mm となっていほか、201.501551系のロングシート部は、座面奥行きは 40mm 縮小されて 400mm に、 セズリを含む奥行きは 2.5mm 拡大されて 512.5mm となっていた。なお、101から151型で設置されていたトイレや手荷物室は各形式とも当初から設置されていない。乗務員室は左側グーブに設置されており、運転席背面は内壁で区切られ、乗務員室右側面と客室とは、新中製のパイプで区切られていた。 主電動機は101から151型と同一のもので、定格出力 93.3kW、125hp、A バリ機の三菱電気製メガバイト -146A を4機搭載し、駆動装置の波数比も101から151型と、同じ59、24イコール2.46となっていた。制御装置も101から151型と、 同形式のもので、三菱電機が、ウェスティングハウスエレクトリックとの技術提携によって導入した、電空単位スイッチ式の間接非自動制御、装置である、HL 型制御法であり、制御段数は直列5段、並列4段で、弱回時段はなかった。制動装置も、同じく三菱電機製で、201型は、AMC、501.551型は、 AMCC 自動空気ブレーキと手ブレーキ装置を装備し、201型には DH-25 電動空気圧縮機を搭載しており、101から151型も含め、最大4両程度での総括制御が可能なシステムとなっている。台車は住友金属工業製のイコライザー式中高台車である KS-31L を使用した。 S k s 三十一 l は 1K 及び百一から百五十一型が使用していた k s 三十 l の改良型であり、基礎ブレーキ装置が片押し式から了下開式となったほか、釣り合い張りの形状が変更になるなどの相違点がある。開業時の小田原急行鉄道では、新宿稲田上りと玄武港が丘遊園間をサバー区間として片側三扉、 ロングシートの1型を使用し、新宿小田原間をインター区間として、片側にもしくは3扉、セミクロスシートもしくはロングシートの101.121、131.151型を使用しており、全車を、お都合車、後車を、後号車と呼称していた。本形式は1929年4月1日に、 江ノ島線の開業に合わせて増備された候補者であり、車両増結のために制御車が同時に製造された。江ノ島線開業当時の本形式を含む候補者の運用は、新宿小田原間の直通列車、基本60分間隔及び、急行、所要100分、新宿片瀬江ノ島間の直通列車、基本60分間隔、所要93分及び、不定期急行。 三往復、所要80分であった。しかし、当時の小田急の輸送需要は低調で、どの列車も単行か二両編成程度で運行されており、三から四両編成は、団体輸送以外では、珍しい状況であった。このため、柿以外にはほとんど使用されることもなく、車庫に留置されている状態が続いたが、一方で、柿の海水浴輸送には、旅客需要が増大し、 在籍車両を総動員して、これを裁いたという。1937年9月1日改正における、交合車での定期列車と停車駅は、以下の通りで、これ以外に、区間列車や、下季運転の新宿、片瀬江ノ島間の不定期急行が運転されていた。また、同ダイヤにおける、蒸気列車の運転本数及び所要時間は、以下の通り、 1937年には201系2両と551系3両が一部の日に南部線の前身である南部鉄道に貸し出されており、この貸し出しは1回につき2から3日であったとされ、府中競馬の開催日と推定されている。創業期における改造履歴は以下の通り、1935年6月1日より新宿小田原間無停車。 週末温泉列車の運行が開始され、同年10月1日には、箱根登山鉄道鉄道線の小田原、箱根湯本間が開業している。この週末温泉列車は、土曜日13時55分新宿発から15時25分、小田原駅で、所要90分であり、1937年9月からは、土曜日15時5分新宿発から15時25分、小田原駅で、 いずれも登り列車は設定されていなかった。この列車は最大4両編成、200名の定員制で、通常は101.121系のセミクロスシート車が、主に使用されて1から2両編成での運転が多かったが、501型などを含む4両編成で運転されることもあった。1941年7月に区波565を、その後区波564を、 荷物輸送の需要が少なく1941年5月に廃車となったも21系の電装品と台車を流用して両運転台の電動車に改造した。251型は荷物電車用として波数比を2.95とした主車の台車特動装置を使用したため201型と歯車比が異なっており別形式の251型も波251 252となった。歯車比が異なるため、101から151.201型とは並結せず、新宿向きであった501系区波502と編成を組んでいた。1942年に東京急行電鉄に合併したことから形式が、東急で波1350系、区波1300型に変更され、全車両が改版された。改版後の車両番号は、 旧も、波201型が、デフ三百3 5 1から、旧も、百251型が、デフ三百3 6 7から、9区波501型が区波1301、9区百551型が区波1306からの、それぞれ連番となっている。小田原線、江ノ島線では、戦災による車両への大きな被害は、なかったが、 デハ線3 5 3 1 3 6 1及び区派線3 0 9が空襲により一部損傷し、1945年10月に修理を完了している。1945年にはデハ線6 0 0型で、派線6 0 1から1610の制御車として区派線6 5 0系、営区線6 5 1から1653と共に使用するため、 区波1315の制御回路が改造された。1948年には特急の運行が開始されて1600系の中から整備された車両が使用されたが、1600系の制御車として使用されていた区波1315も1回だけ特急に使用されている。また、1947年5月27日に、 デハ1602.1604607.1608及びクハ1651と共に国鉄に貸し出され、同社は同年10月まで南部線で運行されていた。なお、その後1949年にデハ1350系の制御車に戻されている。終戦後の1947年9月1日ダイヤ改正での運用状況は以下の通り、 また1947年8月1日時点での、出破線3 5 0系、区破線3 0 0系の不完全車両は、以下の通りであった。1943年5月には、Q251 系の出破線3 6 6 1 3 6 7の2両が、井の頭線に転出した。また、1945年5月25日深夜の空襲により、 井の頭線の永福長車庫に留置されていた29両中23両が消失するという滅的な被害を受けたことを受け、応援として、同年7月から、しばらくの間、区破線3 1 6区破線3 1 7で8352などの車両が大多連絡線を経由して、井の頭線に貸し出され、1946年1月1日時点では、出破線2 0 0計算量、 区派線6 5 0系1両とともに、デハ線3 5 2 1 3 6 6 1 3 6 7と、区派線3 1 2 1 3 1 7 1 3 1 8が、井の頭線に配置されており、1948年6月1日時点では、井の頭線には潜災を受けた、デハ線3 6 7が、東横線に、デハ線3 6 6が配置されており、 この二両はそのまま東京急行電鉄及び京王帝都電鉄の所属となっている。1948年に小田急電鉄として分離独立したことに伴い1950年に称号改正が行われ、形式はデファ1400系、区派1450型に変更され、全車両が改版された。改版後の番号はデファ1350型は、 元番号に50を、区波1300たは、元番号に百5 0を加算したものである。1950年8月1日より、小田急電鉄車両の箱根登山鉄道線への乗り入れが開始され、当初は1910系、1900系、1600系の2から3両編成が主に使用され、その後1600系4両編成による運転も行われていが、 1953年から短期間のみ、HB 社が箱根登山鉄道線への乗り入れに使用されている。乗り入れに際しては、入り打体機発車後すぐの38から40、パーミル区間で直列最終段まで、診断できずし抵抗器が抜けない可能性があったため、あらかじめ試運転が行われ、その結果で、ハニ両と区ハ1両の3両編成のみが乗り入れることとなった。 1959年時点での HB 車の運用は以下の通り、小田急電鉄となってからの改造履歴は以下の通り、1954年から1956年にかけて、出破1400系、区派1450系ともに以下の内容で大規模な更新改造が実施されている。なお、同様の更新改造が、その5200型に対しても実施されている。 その後も時代に合わせた改造が実施されており、更新改造以降の改造履歴は以下の通り。東京急行電鉄時の1946年5月29日に共同工場で発生した火災により、本形式では当時の出破線3 5 6と区破線3 1 0が全焼しており、復旧に際して以下の仕様となっている。その後、両者は、 小田急電鉄の出波 1400K1406 とクハ 1450K1460 となっており、並行して順次座席の改造、運転室の全室から半室式への改造、電装品の HB 制御への復旧、台車交換などにより、他社と同仕様に揃えられ、側面窓も両社とも1953年8月に下落地窓に改造されている。 1954から56年の更新改造では1460は他の区派1450型と同じく更新改造を実施したが1406は対象から除外されて1956年に形式番号もで派1310系1311に変更されており1956年時点では台車は KS-30L を装備していた 1959年に、デファ1300型とほぼ同一の車体に更新して、デファ1300型に編入され1304となった。これ以後の1304の動向については、小田急行鉄道151軽電車を参照。更新修繕を受けてからは12、1200.13001350型とともに主にローカル区間の各駅停車などに使用されていたが、 1960年代以降の通勤輸送激化の中では、これらの二扉や三扉の小型、中型車両は使いづらいものとなってきたほか、OMATS 及び列車無線設置も困難であった。このため、1200型とともに、主電動機を新しく製造される大型通勤量で、ある4000型に転用することになり、1966から69年に全車両が廃車となり、 両形式の主電動機は1966年製の4001の編成から1969年製の4017-3までに使用され、408-3までは当初は、ブレーキ装置も本形式の M-24C ブレーキ弁を改造した ME-24C を使用した A が L で、あったほか、電動空気圧縮機も DH-25 が使用されていた。 各社の廃車年は以下の通り、デュハ1406、旧九ハ561のみは、廃車後もすぐには解体されず、共同の小田急教習所で教習車として使用された。この時に、当時の通勤車の標準色である黄色と青色の塗装に変更され、本系列で唯一の二色塗り車両となった。その後、1987年10月に、 教習者としての指定を解除され、エビ名機械保線区内に移されたが、1995年10月に解体された。称号改正による形式、番号変更を除く、改造等による形式変更、海板の履歴は以下の通り。前述のように、小田急電鉄が東京急行電鉄から分離した際に、 デハ線3 6 6 1 3 6 7が東京急行電鉄、京王帝都電鉄の所属となったほか、廃車後には4000型に転用した、主電動機等を除く車体や主大打は、台車等が数車に譲渡されている。戦時中に、井の頭線に転出した車両のうち、デハ線3 6 6は出波、デハ線4 0 1 区線五百五十三点一5五四とともに九百四十七年に、井の頭線から東横線に転出し、大東急から、京王帝都電鉄、現、京王電鉄、小田急電が、分離独立した後も東京急行電鉄に残ったが、台車は九百四十六年に、井の頭線の出波千四百0系、旧帝都電鉄も、八百系と、同じものに交換され、主制魚器と、 主電動機もデハ1401と同じ PB-200 回を b SE-139B に交換されていた。1950年に片運転台、全室運転室化と乗降扉の3扉化改造を実施し、その後出制魚器を MMCH-10 に交換したが、1964年に車体を乗せ替えてデハ3550型でハ554となり、 1975年に、豊橋鉄道に、譲渡されて1730系、区2731として1998年まで、厚見線で使用された。東急での更新後は小田急在籍当時の部品は、全く残っていない。一方、1964年に乗せ替えられた旧で8366の車体は、 元国鉄木造荷物電車のモニ13,012を1949年に譲り受けしたでは3,040型では3,041の高台化改造に使用され、1981年に廃車となっている。井の頭線に転出したデファ線367は英福長車庫で繊細にあったが、1949年に大枠を使用して、 日本鉄道自動車で、デハ1460型で、ハ1462として復旧されているが、携帯や台車なども異なるものとなっている。その後、1952年の井の頭線車両の、改板で、デハ1560系1562となり、1964年に、電装解除、運転台撤去の上で、サハ1560系1562となって、 1978年に廃車となっている。越後交通には、デハ1200系2両と共に、デハ1400系2両と、区派1450系6両が譲渡され、模派1400系、区派1450型として1967から68年から、長岡線で使用された。長岡線は1972年以降、順次旅客営業廃止や部分廃止が進み、 1975年3月31日に旅客営業が廃止されたため、1973から75年に順次全車が廃車され、区派1452.1455、旧小田急で派1407区派457は、新潟交通に譲渡されて、部品確保用として、越後大野に留置されていた。譲渡後の景色、車番と小田急車番は以下の通り、 新潟交通には区派1350系1両と、もで、派1400系6両と、区派1450系1両が譲渡され、モハ16系、区派45型として1967から70年から、電車線で使用されたが、いずれの車両も、譲渡扱いではなく、従来からの車両の改造扱いとなっている。 1993年の同線部分廃止により区波46以外は廃車され、残った区波46も1999年の同線全線廃止により廃車され、廃車後は佐藤ヶ島両津港にある区波45と埼玉県の個人所有の区波46の2両の車体が残ったが、区波45の状態はかなり悪く2009年9月頃に解体された。 上渡後の形式、車番と、小田急車番は、以下の通り。広崎電気鉄道、現、広島南鉄道王は2000へ区百1450系1459が上渡され、区派201として、広島南鉄道への合併後も引き続き王は2000で、使用されたが、1981年12月に、廃車された。学南鉄道には、出両、 区ハ1350系1両と共に区ハ1450系1454が譲渡され、1967年から区ハ2102として使用されたが、廃車時期は不明である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。